絵で見る昭和の暮らし。たらいでを洗濯、ゴシゴシゴシ、洗濯板が大活躍。井戸水は冬暖かくて夏は冷たく感じるよ。目指しにたくあんお味噌汁、卵があったらごちそうだね。お母さんおかわり、麦入りご飯を何杯もおかわりしたよ。昭和30年頃から給食が始まりました。脱脂粉乳野菜スープ、コッペパン、献立は質素でしたが、子どもたちの笑顔がありました。銭湯に行きました。銭湯では背中を洗ってくれる三助さんや、お母さんの入浴中に赤ちゃんに服を着せてくれるおばちゃんがいたよ。お使いは買い物かごを持って、木のサンダルも流行りました。お鍋を持ってお豆腐屋さんに、空き瓶を持って酒屋さんに行きました。子供の楽しみは食べることと遊ぶこと。お母さんにお小遣いをもらったら一目散に駄菓子屋さんに行くんだ。おばちゃんが新聞紙で作った袋に入れてくれるよ。運動会は一家総での応援と、ごちそう弁当持参の一大娯楽でした。赤がて白がて、組体操にと競争、女子は提灯ブルマになぜか、足元は直足だった。網戸もエアコンもなかった頃、夏には蚊帳が大活躍をしました。入る時は裾をパタパタさせて、蚊が入らないようにね。蚊帳の中は維持空間、子供はなんだか楽しい。昭和28年に始まったテレビ放送でしたが、一般の家庭に普及するにはもう少し時間がかかりました。子どもたちは近所の家のテレビを見に毎日のように押しかけました。デパートの大食堂は子どもの頃の憧れ、大好きだった幸せの思い出。切符のような食券を買って迷ったけれど、やっぱりお子様ランチ。お母さんはお寿司かな。何でもありの夢の食堂だね。昔のお話は面白かったかな。みんなのおじいさんおばあさんの子供の頃のお話を聞いてみよう。